下地進むは、沖縄県出身のプロサッカー選手。ポジションはミッドフィルダー。中学、高校は、ベルディ川崎の下部組織に所属していたが、トップ昇格はかなわず、青山学院大学に進学。大学在学中から、J2 サガントスの練習に参加し、2008年にサガントスに入団した。しかしトスでは、結果を残せず、2011年に、 チームからは契約続行のオファーがあったがこれを断り、海外移籍を決断した。まずパラグアイの名門、スポルティボルケーニョに練習生として入団したが4ヶ月で退団し、トス時代のチームメイトからの誘いを受け、ブラジルへ向かい、サンパウロ州リーグ一部に所属する CA リネンセと契約した。しかし就労ビザの関係で試合に出場することができずシーズンを終え、 翌年マットグロスソドする州リーグに所属する石、アグイアネグラニー席。ビザ問題も解決し初の海外リーグでの試合出場を経験するとともに、カップ戦の優勝と全国リーグ昇格を果たした。シーズン終了後にチームから契約続行の意思を告げられていたが、会長交代の余波で白紙となり所属チームを失った。貯金も底をついていたため銀座のクラブで、 ボーイのアルバイトをしていたが、サッカーを続けるためつてを頼って、タイのトライアウトに参加。チョンブリー FC のテストは不合格だったが、ベックテロサーサナ FC のテスト最終日に出場した試合で複数ゴールの結果を出し契約を勝ち取った。テロサーサナでは1年目から9ゴールと活躍。リーグオールスターの一員として、イングランドのプレミアリーグ。 チェルシーとの親善試合にも出場した。さらに2年目は日本人選手として初の2桁得点を記録。タイサッカー界の3大タイトルであるトヨタリーグカップでは優勝を果たした。大きな結果を残したことで遺跡オファーも多く届くようになり、2015年はタイニ部リーグのポリスユナイテッド FC でリーグ優勝。2016年は一部のチャイナーと ホーンビル FC で主力として活躍した。しかし、チャイナートでは、チーム自体の成績は振るわず、チームは二部降格となり契約解除の通告を受けた。この時下地は二年契約にもかかわらず翌年の年俸が支払われていないとフィーファに提訴したが、これは単年契約なのに二年契約と虚偽の報告をした、代理人の行為と契約書の確認を怠った下地に、 非があることが後に判明し却下されている。なお、この代理人には余罪もあり、日本の代理人登録からは完全に除名された。2017年はリーグ後半に対三部リーグのウドーオンターニー FC に加入し3位で二部昇格を果たす。2018年も後期からウドーオンターニーに加入し、翌2019年まで在籍した。 右与曲折を経てたどり着いたタイでタイドリームを掴んだ選手として知られ、2020年にはタイリーグ歴代アジア人選手ベストイレブンにトップ下として選出された。ありがとうございます。